こんにちは、私です。本日はですね、2023年の2月18日の土曜日ですね。いやー、参りましたね。一応これね、週次っていうタイトルをつけてる通り、週に1回投稿するということにしてるんですけども、以前からね、聞いていただいてる方だったら、何当たり前のこと言ってんだよって感じだと思うんですけど、毎週は全然できてないですと。なんだったら、先週の月曜日、今年の1本目が投稿されたぐらい、全然やってねえじゃねえか、おめえって。まあ、そんなね、私なんですけれども、言い訳っちゃ言い訳なんですけど、もうしょうがないんですよね。私の生活をちょっとやってみてほしいですと。あれね、毎週そんな話すことがね、ないんですよ。普通に朝起きて、仕事して、バイオリンの練習して、で、なんかこう、ちょっと家のことやったりして、食事とか何やかんやってたら、もう寝る時間なんですよ、毎日。だからね、そんな毎週、もう本当家から一歩も外出ないんで、もう本当何もね、起こらないわけですよ。っていうのでね、ちょっと毎週はね、投稿できてないんですけれども、珍しくですね、ちょっと喋れるネタができたなと思ったんで、今日はちょっとね、投稿することにしました。で、普段ね、月曜日やってるんですけど、ちょっと月曜日ね、ちょっと予定があるんで、代わりに今日撮って、投稿はね、月曜日になるかもしれないですけど、そんな感じでね、珍しく、2週連続、珍しく、もういつぶりだいつぶりかわからないぐらい珍しく、2週連続でお送りできることをね、大変嬉しく、思っております。今回もよろしくお願いします。結論を最初にね、喋った方がいいということを習ってますんで、私も結論先に言いますとですね、この YouTube チャンネルの存在がですね、バイオリンの先生にね、バレました。バレましたね。もちろんね、言ってなかったです。このチャンネルの存在は。てかね、誰にも言ってないです。誰一人言ってない、これがあることは。で、バレたことももちろん一回もなかったんですけど、この度ですね、初めてバレました。LINE でなんですけども、連絡が来まして、YouTube を見ていたら、こういったものを見つけましたと。で、これは、普段私、名字にさん付けで呼ばれてるんで、仮名としても山田にしておきましょうか。これ、山田さんですよね、というふうに突きつけられまして、あ、バーレたって思いました。でね、今日はね、ちょっとその話をね、したいと思うんですけど、今後、なんかこう、それによって何か問題があるのかどうか。で、それから、こう、何か変化があるのかどうか、そういったことをね、話したいなと思います。でね、まず何か問題があるのかどうかっていうところなんですけれども、一番気をつけなくちゃいけないのは、何かしらの理由で、こう、先生及び、身の回りの人に何かしらご迷惑かけることがあるのかという点がね、まず一番大事だと思うんですけど、それはね、全然大丈夫です。今までなんかこう、このチャンネルに投稿される動画の中とかで、バイオリンの話とかね、喋る系の動画でしてて、そのね、流れで先生の話とかすることもあったと思うんですけども、個人の特定にね、つながるようなこととか一切私は言ってませんので、その点はね、ご迷惑をおかけすることはないかと思います。何歳とか、どこに住んでるとか、そういったことは一切言ってないですし、それに関してはね、私自身もそうですね、私自身も、年齢とか、どこに住んでいるとか、そういったもろもろの、個人の特定につながるようなことはね、話さないようにしてますんで、その点でご迷惑をおかけすることはないかなと思うんですよね。私自身のことは、正直、言ってもいいんですよ。全然言っても大丈夫なんですけど、それつながりで、例えば私がどこどこに住んでますって言ったら、先生が住んでる場所も当然ね、その通える範囲だとかそういうことになってきて、周りの人にね、波及してっちゃうんで、できるだけ言わないようにしてます。で、その点はね、しっかりやってきたんで、大丈夫かなと思います。名前も、年齢も、住所も、もちろん、その辺はね、もろもろ言わないようにしてますし、今後もね、
言わないでおこうかなというふうに思ってますんで、その点はまあまず問題ないですと。で、話してきた内容に関してちょっと聞かれると困ることがあるのかという点なんですけども、それもね、多分ね、ない、多分だからね、確実にないです。少なくとも、なんか陰口的なこととかは一切私言ってないんで、全然大丈夫と。むしろなんかすごくいい先生ですみたいな話しかしてないんで、全然大丈夫なんですよ。っていうのは、なんだろう。言わないようにしてるんじゃなくて、なんかそもそもなんか、なんて言うんだろうな、不平不満ないんですよね、マジで。マジで一個も不平不満がないんで、そういう話が出てこないんですよね。なんだろう、今私がバイオリンを教えていただいている先生なんですけど、まあ、まず、バイオリン講師として、どんな人かっていうと、非常に素晴らしい方だと私は思ってるんですね。そのバイオリンの演奏技術ですとか、あとはまあこう教える能力とか、あとはまあビジネスマナー的なところも含めて、もう私は本当に一切不平不満、マジでない。むしろ本当になんか、よくここまでよくしてくれるなと、もう本当感謝しかないぐらいな人なんで、もう本当そこマジで文句一個もないですと。で、まあ、バイオリン講師としてではなく、もう人間としても本当いい人なんですよ。だからね、私の人生で出会った人の中で の性格がいい人ランキングをつけるとしたら確実にベスト3に入りますね。本当にね、性格がすごくいい。なんだろうな、こう、ご家庭ですごくいい教育を受けてこられてきたんだろうなっていうのがなんかすごくわかる人ですね。なんかこの、愛情がありつつも、こう厳しい時は厳しく、まあ、愛情を込めた教育を、きちんとしたいい教育を受けてきた方なんだろうなっていう、なんかその、なんかわかるじゃないですか、そういう品格っていうのは、なんか上品な感じとかからすごい思う人なんですよ。で、なんか普通に生きてると、なんかこう、表現しないまでも、なんかムカつくことって結構あるじゃないですか。私は多分人よりそれ多いと思う、てか多いという自覚があるんですけど、なんだこいつと、ふざけんなよみたいな心の中で思っちゃうことって当然あるじゃないですか、人間なんで。でも、その回数って、まあ人によってまちまちだと思うんですけど、その先生はですね、多分、そもそもその、ムカついてる回数が少ないと思います。なんか、マジでそのぐらい性格がいい人。で、多分本人に言うと、いや、そんなことないですって言うと思うんですけど、いや、絶対少ない。もう本当、基準がね、全然違うんで。私とか本当、まあ、心が狭いんで、ちょっとしたことでムカつくんですけど、先生に関してね、多分ね、そういうことはね、ない人だと思う。そのぐらい、本当なんか、性格がいい人なんですよ。だから、なんか文句もちろんないですし、なんか、逆にこの人のこと嫌いになるやつって、どんだけ性格悪いんだろうって私は思うぐらいなんですよね。なんか、もう何に不満があるのみたいな。っていう人なんで、まあ、っていうね、もろもろがあるんで、今まで、この陰でね、こう悪く言ったことはもちろんないですし、まあ、これがまあないであろうとっていう点も含めて、まあ、そこもね、特にバレて問題はないと、この YouTube チャンネルのこと、存在をね、知られて、まあ、知られたんですけど、で、なんかこう動画をね、見られたりしても、特にまあ問題はないなというふうに思っておりますと。で、じゃあ他に何か、問題があるのかというとですね、私がですね、ちょっと恥ずかしいっていうのがありますと。でね、まあ何が恥ずかしいんだって話なんですけど、まずですね、私結構バイオリン始めた当初からこの YouTube チャンネルやってるんですよ。だから私の本当の初期の動画から全部残ってるんですよね。まあ残したことに意味があると思ってやってたんで、最初の頃はどうだったのかっていうの後になってからね、振り返れるようにしたいっていう思いで動画撮ってたんで、まあ、あるんですよ。で、これまでの中でですね、まあ、レッスン受けてくる中で、こう先生と本当の日常的な会話の中から YouTube の話になったりしたことが、まあ、あるんですよね。で、あるんですけど、私としてはですね、この YouTube チャンネルの存在が、まあ、バレないといいなと思っていたんで、できるだけその会話をこう早く終わらせようというか、ちょっと話をそらそうとしてた節があるんですよね。なので、この YouTube の話とかになった時に、ちょっと、いや、あんま見ないっすね、みたいな。ちょっと、疎くってその辺、みたいな。いや、YouTube とかちょっとあんまわかんないっすね、みたいな。
あんまり見る時間もないですし、ちょっと私は疎いですかねみたいな感じで、それはそうとしてみたいな感じでYouTube の話題をちょっとそらそうとしている節がありましたと。で、お前嘘じゃねえかってお前バリバリ動画上げてるじゃねえかとですね、そういった、問題がちょっと恥ずかしいと。あと、YouTube チャンネルがバレると、で、芋づる方式に Twitter とかもね、見ようと思えば見られる。Twitter 載せてるんで。で、Twitter とかもなんか SNS とかの話になった時も、いや、私はもう見る専門ぐらいですかね、みたいな。自分ではあまり発信活動とはしておりません、みたいなこと言ったんですけど、Twitter もやってるじゃねえか、お前って。で、その辺がまずね、バレると恥ずかしい。っていうのがあります。で、あと、喋り系の動画、見られて、お忙しい方なんで、そもそもそんな見られるとわかんない、見つけましたっていうだけかもしれないですけど、仮に見られた場合ですね、先生に話してない話とかをしてるじゃないですか、バイオリンに関して、実はこんな野望がみたいな、それがちょっとバレると、恥ずかしいですと。あと、これ最後なんですけど、同じ話してんな、こいつっていう恥ずかしさがありまして、ここって喋る話あるじゃないですか。いろんな話して。それと、ほぼ全くな、同じ、ほぼ全くというか、同じ内容の話を、先生に対してすることがあるんですよね。やっぱね、バイオリンに関して、話す相手がいないんですよ。バイオリンやってることすら私は周りの人に言わないんで。ってなると、ここで話、ここでね、話す内容がないないって言ってるじゃないですか。で、バイオリンに関すること話すじゃないですか。ってなったら、なんだろうな、その話題、めちゃくちゃ私の中では、貴重な話題というか、他に話すことないんで、先生と会話してる中で話す内容が、ここと完全に被ってると。なだったら、ここが予行練習みたいな感じになって、そこで話した内容をもとに、ちょっとブラッシュアップして、先生に話している節までありますと。なので、仮聞かれた場合に、こいつ同じこと喋ってるなっていう風になって、それがちょっとね、恥ずかしいなっていう。以上ね、恥ずかしい3点ありましたけど、でね、結果的に、この YouTube チャンネルが今後何かあるかっていうと、何もないっす。変わりません。はい。別に変えるも何もないんでね、日々ね、練習風景を全部動画に撮って、それをアップしますというだけなんで、あとこういうね、喋り系の動画ちょろちょろってやってますけど、そんな大それたこと別にやってないんで、変わらなくていいかなーなんて思っています。はい。別に変える必要もない。これで逆になんか、突然更新やめたりしたら変な気まずさになっちゃうじゃないですか。ってのもあるんで、今まで通りでいこうかなというふうに思っております。はい。で、ちょっと順番前後しますけど、これ、山田さんのチャンネルですかっていうふうに、LINE が来た時のやりとりを、内容を読み上げることはしないですけど、なんとなく内容をお伝えしますと、YouTube 見てましたと。見てたら、山田さんらしき人の YouTube チャンネルがありましたけど、これ、山田さんですよねみたいな感じなんですけど、本当にね、先ほども言った通り、優しい方なんで、私にね、気を使ってくれて、多分その後にですね、これ言っちゃうと、私の方が、気まずくなっちゃうんじゃないかっていう風なことを気にされて、やりづらくなったりしたら、ごめんなさいと、気にされるようだったら、見ないようにしますんで、全然、気にしないでくださいねと、私のことは気にしないでくださいね、何かを邪魔したいとか、そういう人は一切ないんですよと。で、チャンネルのね、投稿されてる動画を見ると、ものすごい量です。ものすごい量なんですよ、確かに。バイオリン始めた日から今日までの全ての練習の記録を動画にアップしてるんで、量だけはすごい。アップロードされてる動画の量だけで言うと、すごいんです。YouTube のね、ストレージをね、汚染してる張本人なんで、大量であると。で、それを見て、すごい練習量ですと。だそれは素晴らしいので、今後もね、ぜひ、山田さんに有益なアドバイスができるように、
全力でサポートしていきたいと思いますというふうに、言ってくださっておりましたと。で、まあそれに対して私はですね、YouTube って何ですか、ちょっとよくわかんないですというふうに今返事をしまして、まあそれに対して、あれ山田さんじゃないんですかっていうふうに言われたんで、私の方からは似てる人だと思いますというふうに返事をしておりまして、認めずに認めてないんで、まあ私ではないですよというふうに今後も白を切りつつ、ここに上がってくる動画はまあ変わらず、週次報告は、1週間に1回投稿されないという感じで、今後もやっていきたいと思っております。エンディングです。今回はコメント読みカットします。エンディングでは、皆様に一点お願いをしております。私はですね、普段バイオリンの練習をして、その練習風景すべて動画に撮って YouTube にアップしております。今はですね、1日3時間の練習を目標としております。で、動画の、再生時間が3時間を超えていた場合はね、目標クリアできているということなので、ぜひですね、毎朝6時半に前日分の動画上がってますんで、3時間を超えていたら、まあ、よくやったなというご褒美ということで、動画にいいねボタンつけていただけるとすごくすごく励みになります。で、逆にですね、3時間いってなかった場合はですね、まあ、私がサボったということなので、何やってんだこいつはという、まあ、罰の意味を込めて、低評価ボタンを押していただければというふうに思います。どちらにせよね、頑張ろうというモチベーションにつながりますので、ぜひ皆様のご協力をいただければと思っております。今週の私はですね、最後にいつもその週どんな感じになるかを話すんですが、何かあるかというと、あ、そう、今週、明日かな、日曜日に室内楽のレッスン、チェロの先生のレッスンを受ける予定だったんですけど、ちょっとですね、先生側の都合で、延期になりまして、来週になったんで、今週はそれがなくなりましたよと。で、あとは何もないですね。はい毎週大体これだと思うんですけど、ほぼ何もないです、毎日。はい練習を頑張りたいと思います。あとなんか言ったかどうか忘れちゃったんですけど、確定申告と所得税の納付がですね、無事終わって一つ上の男になりました、私は。はいそんな感じです。以上です。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。バイバイ。